スピーチを行うイバレチェフアンホセイバレチェは、スペインはアラバ県ラウディオ、ジョディオ出身の政治家。バスク民族主義党に所属し、1999年から2009年までバスク州政府首相を務めた。アラバ県のラウディオ、ジョディオに生まれ、バスク大学で経済学の学位を取得した。1983年にバスク民族主義党からバスク自治州議会議員に選出され、 1986年から1990年、1991年から1994年にはバスク民族主義党の経済予算委員会委員長を務めた。1995年1月4日、バスク自治州政府連打かりのホセアントニオ・アルダンサによって副首相に任命された。1998年3月28日にバスク民族主義党の党首候補となり、 10月25日の選挙に勝利して当初に就任した。1999年1月2日にはバスク自治州政府連打かりに就任した。2003年バスク民族主義党は当初の名を冠したイバレチェ計画を発表しバスク自治州議会にスペイン憲法改正を提案した。この改正法案は長期間の審議が行われ、 バスク自治衆議会の絶対多数で承認されたが、スペイン社会労働党と国民党は、スペイン国会に対して審議を容認せず、結局国会では否決されている。イバレチェは、カスティーリャ語圏で育ったが、流暢なバスク語と英語を話す。熱心な自転車競技の愛好者で、ラウディオでサイクリングクラブを主催している。ベゴニャ・アレギと結婚し、二人の子供がいる。 経験でないローマカトリック教徒である。ありがとうございます。